おはようございます、釣り子 TV です。これね、釣り具屋さんにね、ひっそりと小さく並んでいたんでね、買ってきてみましたよ。メガバスのナノシグレットっていうことで、人気の羽物シリーズシグレットの最小サイズということでいいんだと思うんですけども、これね、釣り具屋さんで見たらね、思いのほか小さくて、ちょっとね、一個買ってみたいなということでね。じゃあね、早速開封していきたいと思います。パッケージはね、こんな感じですね。裏に説明書きもありますね。迷わず吸い込む世界最小羽ルアー、ナノシグレットは ITO エンジニアリングの、超精密造形技術、ナノクラフトテクノロジーによるもの。従来の極小ルアーではありえない極めて整合性が取れた完璧なアクションを生み出す精密なハイドロダイナミクスを実現。わずか2センチほどの極小虫プラグがハイピッチアクションでクロール。その刺激を無視できるバスはほとんどいないでしょうということで、1.7g フローティングで 23.8mm だよってね、ちっちゃいですね。こう手の中にも収まっちゃう感じね、もうね、こんなね。じゃあ早速ね、開けて中の、ルアーを見ていきたいと思います。はい、もうね、指先に隠れちゃうぐらいほんと小さいですね、出してみると。ただね、羽を広げると結構ね、存在感をね、出してくれるといった感じでしょうか。いやー、思いのほか小さいな、ほんとね、よくこんな細かいね。あ、でもね、羽にはね、こう綺麗な模様が入っていたりね、この透明柔らか羽系のね、ルアーってね、なんか釣れる気がしてね。まあ、レゼルブなんかもね、ありますよね。それとか、最近だとアベッタクローラーバゼルとかね、もちろんティムコのね、元祖オリジナル虫ルアーなんかもね、大好きで今ね、使ってますけども、こういうちょっとね、あ、で、思いのかこれ羽が柔らかいですね。触ってみるともうちょっとね、硬いのかなと思ったら、あ、この柔らかさがそのこの小さいボディでも羽が追従していいアクションを出してくれる秘密になるのかななんて期待しておりますが、と落としちゃいましたけども、もうほんとね、ね、ほら指先に隠れちゃうぐらいね、ほんとちっちゃい。この大きさですよ。ね。いやー、ちっちゃいなー。で、出しどころはもうちょうど今ぐらいじゃないですかね。まあね、春先の春ゼミが小さいね、セミね、鳴くあたりなんかから聞くとは思うんですけども、夏の暑くて、そんであと、まあ虫系で誘うと、見には来るけども、なんかもうね、擦れちゃって食い切らないな、なんていう時に使ってみたいなと思って、ね。で、この小さいながらもハードなボディであることとかって結構重要だと思うんですね。なんか、ワームだけど食わないんだよなっていう時に、こういうね、ちょっと硬いボディだけど柔らかい動きのルアーを入れることによって、バイトがまた戻ってきたりするっていうね、状況はね、いくつも経験しているので、まあそんな中で従来のシグレットでも十分すぎるほどのね、小型なサイズ感だったと思うんですけど、そこに来てさらにこのナノな感じ、メガバスならではだよなっていうね、こういう感じじゃないかなと思ってね、一つ買ってみましたよ。で、ダブルフックがね、こう一つついてますね。ここら辺はまあフックなんかちょっとお好みのに変えてもいいんじゃないかなと思うんですけども。で、針がこっちの向きをしてることに対して相ね、結ぶところがこうなんで、なんだろう、障害物を避けるというイメージではセッティングされてないですよね。これ、かける、ための向きでね、装備されているので、イメージとしては去年三島湖とかでなかなかね、もう真夏で暑くて魚が反応しないなーなんていうタイミングも、ティムコのタイニーシケイダーとかね、ああいうやつだとね、バイトが最後ね、また
結構出たっていうね、そういう状況を覚えているので、そんなタイミングでね、まあ味変として、あとサイズの変更として、こういったね超極小サイズの透明バネをついた虫型プラグ、絶対ね活躍してくれるんじゃないかなということで、一つ買ってみました。その他にもねいくつか使いたい状況はあるので、まあ例えばねスモールマウスバスを狙う時なんかにもこのサイズ感ってのは絶対武器になるなーなんてね、感じたんで、そういうねスモールマウスバスがいるフィールドなんかでもちょっと早速ね、投入してみたいと思います。何にしてもね本当にちっちゃいこの指先に隠れる存在感。はい。はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、メガバスのですね、ナノシグレット。これを一つ買ってみたよって、こういった動画でした。はい。釣り子 TV でした。また会おうぜ。